ようこそいらっしゃいました。お話というのはシルフ族の件なのです。少し前の出来事でした。私は森の大精霊の声を聞いたのです。それは万神ラムーの権限を告げていました。そしてつい宣告のこと、カリアドよりシルフ族の使いがやってきました。この者によれば、カリアドのシルフたちもまたラムーちゃま、ラムーの権限を感じたとのこと。詳細は不明ですが、おそらくシルフ領の奥地にてすでに万神ラムーは神下ろしされているでしょう。ですが万神ラムーは守護と朝廷を司る賢き神、こちらが彼の意志に背くことをしなければシルフ族と同様に対話が成立するはずなのです。超える力を持つあなたならばきっと心を通わせることができるでしょう。どうかラムーとの対話をお願いできないでしょうか。人にとってもシルフ族にとっても、おそらくはラムーにとっても、これ以上この森を乱したくない思いは同じはず。そして何より私たちグリダニアの民はシルフ族と森との調和、共存を望んでいるのです。感謝いたします。シルフのカリアドに総社島の者を派遣しています。詳しい話はその者からお聞きください。森に嫌な風が流れてきています。この風は国営の森だけではない、エオルゼア全土に流れる風に感じるのです。どうかお気をつけて。Thank you.
Thank you.